はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず今現状はですね、プッチ神父によって、メイドインヘブンが発動されて世界が一巡したところですね。まあ世界を変えるっていうところから、やっていこうと思います。まあメインが入り口のところにあるんで、外に出ようとすると話が進むのかな。そうするとお帝陛下、お無事で何を。そいつらも覚えてんのかな。お前たちのおかげだな、あやめと空風林。あいつらだって覚悟の上さ。だからこそ必ずや計画を成した。ああ。しかし一つ問題がある。おお、記憶がある。陛下も。夢にしてはやけにさ。やはりそうか。我々が同じ記憶を。うん。まずはユーたちより早く。時空の羅針てか、オブリビオンは計画達成したんだろう。そうやってまた捕まるのか。陛下はここにおられよ。おお、ガイスト。時空の羅針盤。敵は我々が時空の羅針盤を狙っているのを知って。ニカニって何。危険など承知している。しかし、しかしもかかしもない。こいつこんなこと言ってくるんだ。陛下には時空の羅、陛下は。そして時空の羅針盤の入手などはガイスト。なかなか熱い男だなこいつ。お前のおお、サブイベントがいっぱい発生してる。これはもう一つのジョブを取れってことかな。とりあえずただ青宝箱を取りに行きたいんで、まあ、どこにあったかな。これで、ここ青宝箱あったっけ、この森。なんかなかった気がすんな。で、その後どこ行ったっけ。あ、広告だ、広告。広告に青宝箱があるんで、降りられねえじゃねえか、こっちに。これ敵ってどうなってんの、一緒かな。売ってるものは一緒だからな。武器。一緒だよな。マジいらない。君たちには記憶はあるのかな？一般兵。一般人たちには。一応、エンカウントマイナス50になってるから。ここありましたよね。どこにあったっけ？うわ！レベルが56から60になってる。やばい。足りない。てかめっちゃ減ってるし。ちょ待って、どういうこと、どういうこと。ちょ、一回エンカウントで下げよう。マジか。敵が強くなってるってことか。世界が変わって敵が強くなった。その理屈はわからん。だって売ってるものは一緒だよ。おかしくねえか。これ宝箱取りに行くのにも一苦労だな。まあ、とりあえずエンカウント率は50でいくか、マイナス。レベルが足りないからな、いかんせん。だってここってもう宝箱取るだけでしょ。いやー、頑張ってるね。うん、そうは言ってもね。あれ、どうやって行くんだっけ。なんかもう忘れちゃったな。なんかこっちから行けた気がする。青宝箱どこだよ。これ一個一個回収するのめんどくせえな。あそこにあった。大体の宝箱は回収してるからな。見ればわかる。さあ何が入ってる。おお、ロンギヌス。ロンギヌスって言っても槍使いがいないんだけど、さっきもそういえば槍手に入れたな。まあしょうがない。あとはここの敵がどれだけだ。おお、超強そう。マジか。バジリスクナイト。
あ、イデア2番目に来てたんだ。まあいいや、これで倒せなかったらかなりやばい。ほーら、まあ、1400当たるか。あー倒した。イデアは相変わらず弱いな。5段突き？マジで？うわー死ぬ。お、あーでも魔法防御減ってるな。おーらおーらおーら、いやーでもなんとかはなるな。あ、金めっちゃ持ってる。これ 1.5 倍つけよう。 1.5 倍つけてなくてこれだからな。ホークアイを捨てるか。そうするとこれ金がめっちゃ貯まるな。ここその代わりヒットポイントも減ってるけど、ここはもう用なしだな。テレポストーンで出るべきだったかな。めんどくせえし。よし次からはそうしよう。ここは入り口から近かったから楽だったけど、今回ちょっと青宝箱の旅に出よう。ここから乗れないよなやっぱり。一旦広いとこに出ないとダメか。こいつなんだ。おお、もういいよ。こいつらは全く言ってること変わんねえな。あれ森って青宝箱あったっけな、忘れちゃったな。まあいいや。で次どこ行ったんだっけ。ここが終わって戻って、でラクリーカだ。ラクリーカの方に行って、ここはイベントが進んじゃうからちょっと待ってね。ここだっけな、あったの。違ったら違ったでショックだよな。これ一回一回出んのかよ。浮遊城とかでも行けなくね、今思ったら。さあここの推奨レベルはいくつだ。今全く足りてないからな。47から53。なるほど。ああそこだ、宝箱があるの。左下から出る感じだから、どうやって行きゃいいんだっけな。隠し通路だったっけ。これだからめんどくさいんだよな。あれなんか、おお憲兵が出てきてる。砂漠憲兵。この順番やりづらいんだけど。お前らも少しは強くなったか。おお強いね。てかここあの変な機械しか出てこなかったとこじゃなかったっけ。なんで憲兵が出てきてんだ。あいたー、強え。やばいやばい、強いぞ。てかこれ4発で倒せなくね。あと1回、これ倒せなかったらクリティカ出たからよかったもの。あ、ティズがまだ攻撃してなかったか。お、めっちゃ金持ってる。なんかウハウハだな。あんまり敵が強くないのに。まあ、ダメージは食らうけど。ていうか青宝箱の旅めんどくせえな。よし、こっから行けるはずだ確か。おお、行けた行けた行けた。
さあ何が入ってる？フォルトゥーナ。銃か。銃使い今いないからな。テレポストーンで帰ろう。で次が世界に何個見つけた今まで。サブイベントのところは確か青宝箱はないはずだから、確かこう順番に物語を追ってけば思い出すかな。で次どこ行ったっけ。で今度こっちの方の大陸だったはず。溶岩大陸。溶岩大陸はどこだっけな。ここは違う。サブイベントのとこ。ここはなんだっけ。え、どこだっけ。なんか変な洞窟から行った気がすんな。ここだ。あ、ここだ。超めんどくさかったとこだ。これなんだっけ最初。あー、魔法攻撃力増大か。地図はあるから下から攻めればいい。クリティカルのとことかでも結構良さそうだな、レベル上げに。バーサクのところが厄介なんだよな。よし。やっぱりダメージが減ってるな。てかめっちゃ帝国兵がはびこってんな。おお、クリティカルが出るとだいぶ違うな。よし。で、ここがなんだっけ。あ、バーサクだ。出た。ちょっと早めに突破したい。一回くらいは敵と遭遇してしまうかな、このままだと。おお、よかった。ここが？あ、宝箱あった。クリティカル率上昇。ここでレベル上げようかな。レベル上げするときは、先制攻撃。この機械坊やたち大丈夫か？これで倒せるかな。ほら、クリティカル、クリティカル。いいね。絶対クリティカルなんだけど。ただ勝てな、やっぱりこいつら。ほら、ほら、ほら。うわ、パワーがない、こいつ。攻撃力が追いついてないよ。一体残ったか。おお、イデアはもうサンダラでなんとかするしかない。サンダラ買おっかな。ほい、870。弱、4000円持ってんな。テレポストーン手に入れた。ここで使えってか。ガチャコンと。お、これは、いいんじゃないの？マグノリア。新しく手に入れたやつ。これだ。128、2しか上がんねえのかよ。青宝箱のくせにしょぼいな。じゃあ次。次はどこだ？この大陸が終わったから次はフローエルか。意外に青宝箱少なかったな。
フローエルはどこだっけな。あ、そうだ、こっちのダンジョンだ。ここだ、ここ。あ、めっちゃわかんねえとこだ。あれ、サジッタ遺跡って推奨レベルいくつだ。推奨レベルが出てこないんだけど。あれ、サジッタ遺跡って青宝箱なくね。てか敵が出てこない。違うか。そうするとなんかアニエスがなんか言ってたけどよくわかんないけど、こっちの森とかだ。じゃあここの森は、ここの森を見てみましょう。いやー、もうあんまり覚えてないな。まあ、とりあえず地図は完成してるからサクサクサクっといきましょう。いやー、でもあの刀にはがっかりだな。攻撃力が2しか増えないなんて、マジかよっていう感じですね。あれ、ないな、宝箱。ここじゃなかったかな。うわ、こいつらめんどくせえやつらだ。イデアのボムのかけらを使おう。ボムの右腕。赤字になるかな。これで倒せるか。くらえ。くらえ。うん。赤字にはならない。116円のプラスだ。いやー、でもこれここでなかったらショックだな。またちょっとレベル上げをする必要があるかな。そうすると、いや、ねえわ、ないな。あそこだってもう出口でしょ。テレポストーン。え、今何個だって。全然手に入れてないよね。あとどこだ。まあいいや、ちょっとわからないんで。もう一つなんかあったな、そういえば。あのカプカプカプがなんとかって言ってたよね、そういえば。あそこ行ってみよう。魔法都市のところから、魔法都市のここだ。北東に向かった森のところ、森のところ、なんかあるか。森のところの怪しいとこって言ってたよね。森のところの、ああ、森のところの怪しいとこ、これだ。どこが近いかな。ここに降りよう。上陸。おっと、敵が出てきた。フィールドの敵がどうなってるか。うおー、超強そう。これやべえ。ディアボロス、シールドドラゴン。シールドドラゴンってこと？ちょっとマジで行こう。アイテム使おう。赤字になってもしょうがない。神々の怒り。めっちゃ強そうなんだけど。くらえ。くらえ。くらえ。8000円使ったぞ、この戦いで。めっちゃ赤字だ。ちょっとここ行ってみましょう。なんだ？カプカプの里。お、魔法屋と武器屋と道具屋がある。
何カプカプの里とか言って意味わからん。カプがいる。カプ、お、ボムのかけら。まあ、今となっちゃいらねえな。これどっから行くんだ。あ、こっちか。もう、あ、変なやつ。うお、なんかいる。何こいつ、名前を変えるのか、変えるのか、名前変えられるんだ。わけわかんなくなるからやめとこう。お、これはカプを監禁できるとこじゃないか。この怪しい猛獣みたいなやつなんだ。で、全部変えちゃおう。65,000円。結構あるな。オッケー、金が一気に増えた。あとはちょっと魔法屋か。魔法書欲しいか、見る、いい。どういうこと、魔法が全部あるな。ケアルガ買おう、ケアルガも買おう。アレイズもある、ホーリーもある。てか白魔導士いねえし。ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ダーク。金が全く足んねえな。ヘイスト、クエイク。よし、ここら辺全部買っとこう。なんか一気に金が、やばい、足りない、足りない。全然足りない。お、リレーズ止めてよが欲しいけど買えない。あ、あと こっちもか。あ、てか武器買えばよかった。お金あるときに失敗したな。全然買えねえや。超たっけんだけど。アナゼルが所持していた暗黒剣、なんで売ってんの。ディローザ、あ、攻撃力は変わらないな。見た目だけって感じかな。あ、変わんない変わんない。新ゲイボルグとかかっこいいな。メギドファイヤ、ほうほうほう。あ、これ変わる、攻撃力が高い。あ、これも変わる。いや、クソ高えなこれ。なんだ、1、10、100、1000万、10万、20万円すんじゃん。うん、なるほど、これもある。お、すげえすげえすげえ。ここは、お、グロエッグ、経験値2倍、1、10、100、1000万、99万9999、金の卵、報酬2倍、報酬を失う。あ、経験値か。いや、金だな。でもさ、これさ、100万円あったらさ、他の買わない？手ぬぐい。なんだ手ぬぐいって。意味がわからん。見た目が変化する衣装。20万もすんじゃねえかよ。アイテムはなんか変わんのかな？ヘリクサーが売ってる。道具あります。なるほど。金が全く足りないってことだな。そうすると。というところで、今回はちょっと青宝箱の旅でしたけど、なんかちょっとしか見つからなかったんで、まあ調べて先に宝箱取っちゃおうかなと思います。なので、今回はこれで一旦終了したいと思います。